こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです、ね、ジャンタマ始めていきましょう。今バージョンアップ中みたいですね。かなり大容量のデータをダウンロードしてきています。おかえりなさい。今日は何をしましょうか。なんだこれ。こんなに麻雀じゃないものが少ないね。モード基本的にただ麻雀がしたいだけなんだよな。やっぱ朝は少ないな。ちょっとね、うん、今回は結構時間がないから半チャン1回だけかな。おお、まあやっぱりな、デフォルトが多いよな。固定しかできないし、9位2枚あるしな。イラ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 。次これだ。こっちだね。ネオチューハイはどんどん捨てていく。タイヤスタイルを築くぞ。あ、来た来た来た、特急。さあ、あと初がなんで残り1枚ですね。あとチュンですね、ドラは。なんでチュンをみんな集めてきそうだな。4か、9が頭なんでタイヤは狙えないですね。9が頭とすると、先どうするか。微妙だな。こちら、いらんっていうのはちょっと危険だけどね。まあ、ハツがある時点でタイヤは無理ですね。ハツを誰か振り込んでくれるかどうかです。手はそんなに良くないですね。これを見る限り。ハイパイも良くない、うん。ちょっと今回は厳しい戦いを強いられるんじゃないでしょうか。うん、なんか揃ってるな。実はツモでチュン揃ったとこかな。ここはちょっと我慢で、そうそう守りを考えないと。分かりやすいハイパイの人いないな、捨てハイの人は。あ、6来た、よしよしよし。これはこれかな。ハツが、最悪ハツを頭にしないといけません。3万もありますからね。そろそろこの246とか捨ててもいいかな。ちょっと頭候補が
多すぎるんですよね。なかなか真ん中の灰が来ないな。お、ハツが捨てられた。しかも誰も言わないんで、ハツ安牌ですね。この辺いらんわ。じゃあ8も もうほぼいらんかな。7が来た時のためにはいるかも。ただ9捨てちゃってるんだよね。これ23結構やっぱり厳しいんじゃなかろうかと。まだだな、まだです。ハツまだ出てないですからね。全然ダメ。トイメンはピンズじゃないな。でもピンズ捨て始めてもうテンパイしてると考えた方がいい。お、来た来た、7来た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 。さあ何を捨てるかですね。これかな。え、なんで、おお、通った。ちょっと怖いな。ロンヤ、何そっちか。6番2級か。命拾いしたかもね。ちょっとやっぱ今回は厳しかった。トン捨てられてるんだったらもういらんや。次はこれかな。何？え？なんだこれ。普通に考えればもうある程度揃ってるかピンフはいらんってことだけどな。ん？そうだ、7がドラなんだな。あ、でももう揃ってるからいらんやこれ。1,2,3 も揃いましたね。今回のハイパーは悪くない。問題はレッドファイブ捨てるかどうか。いらん。お、リーチだ。レッドファイブ捨てましょう。さあこれで5と8ですね。読みにくいかな。でも5はもう1回捨てられちゃってるんですよね。やった。ロン。一発？一発じゃない。泣かれてるから。一発ではないです。5,200。親なんでな。まあ、これトップに。親のうちいろいろやってしまわないとな。面前で。まあ、もう。3を捨てるのはもったいないじゃん。それがこの辺捨てるけどな。あっとハツが来た。じゃあトンは用なし。特急券ですからね。親なんでもうすぐ来たら泣いちゃいます。あ、いいじゃないですか。あ、難しいな。これいらんよね。もう染めていこう。本一も狙っていきます。投信としては本一タイヤオだな。まあ、今回はタイヤオ無理だけど。おー、なるほど。染めていこう。まあこれ手は読まれますけどね。状況によっては本一狙ってもいいかもね。あ、いいじゃないですか。って捨てちゃった、捨てちゃったのに。わー、いらん。捨て
ちゃった次これが来るとは。お、大いなる損失。スピード感も遮られます。なんで、出ます。いいですね、いいですね。78がドラ3枚揃って絶対上がらなきゃ。これ9かな。次は4とか1が来たらリーチなんだろうな。野球マンスってちょっとマンズマッチっていう手を使わないとね。ちょっとスピード感に欠けるようになってしまった。さっきはだって4つ捨てたとこで後でリーチなのに、もう行こう。特急券8が頭になるのか。1と4でもそれ以外にもなんかありそう。あーでもないか。ただ3枚2枚ずつ残ってますからね。チャンスです。まあでも安全牌捨てたらピンズでしょ。ピンズ捨ててくるでしょうね。自分ならそうするで、多分ピンズ捨てることはないと思うんだよな。あるとしたら左かな。左はなんかピンズいらんから攻めんなら捨てざるを得ないだろうから。ただリーチじゃないんでね、降りるかどうかわからないですよ。お、まだマンズ捨ててくってことは諦めてないかもね。全然安全牌じゃないじゃないですか。それでもピンズ捨てるんですからね。トイメンは結構揃ってるな。欲しい。うん、チーですね。ここをまず集めてるのかな。さあ考えてます、考えてますよ。すではい、うん、ピンズは安牌だと思ってますからね。向こうはあ自力で上がった。ごめんなさいね。チワの声。ドラガン3本あるんでね、一番威勢ないドラ強し。守りが今おろそかになってしまっている感はあるけど、いいや。次これちょっとスピード感に欠けましたが、なんとか上がることはできました。役はないんだよな。役なかったですよね。あの初だけ、うん、1枚制約。ドラは恐ろしいな本当。さと2曲はまだ続いておりますが、あいいねいいね、うんいいな。ち捨てよう。八王中杯はいらん。タイヤほれほれほれ、いい抵抗の可能性も出てきてないか。抵抗の可能性はないな。3番がドラなんですね。まあ頭にするか。チーニ
何を泣いた。これね、透明で表示してくれたら嬉しいかもね。泣かれた、はい。なんか泣こうとしてる。泣かれると面倒ですね。その特に手前で。なになになに、回線潰れた。なんかおかしいな様子が。来た。あ、いいじゃないですか。じゃあ地位はない。リーチがある。え、4番と7なの。7かな。リーチです。3と6ですね、はい。いや、3と3と6なのか。3と6じゃないかもね。マンズか。これ1と4万で上がりですね。1万4万か。2万捨てる手もあったかもね。で、シャンポンにするとか。ポンニャ。おっと、初をポン。いや、要注意。こちらは手を変えられないから強制的に捨てていくしかありません。ここがリーチのリスクですね。防御面がほぼなくなってしまう。できれば4万単ヤオになってほしい。4万は今どこ、捨て牌にはないですね。さらされてない。トイメンのローンか。え、なんだこれ。ダブロンだ。ダブロン来た。これは2人に羽マンか、ドラウト。あ、なるほど。テンパって、あ、飛んだ。うわ、ぶっ飛んだ。7万。いや違うわ、6万か。6万。あ、大圧勝。いや、ただ3つずつ揃うとしただけなんですけどね。まあ、ドラは強しってことですね。はい。羽輪を取ることができました。そんな意識してなかったんですけどね。単純な単野を出会いで。まあ、これがね、あの、首位を、トップを取らなければならないとか、いうときは、あんまり優位に働か、に働きますね。吹っ飛んだ。すごいな。今もすごかったな。かなり巻き返しましたね。でもね、これのままやったら半チャンだからな。でも交流の間を中心にやりたいですね。できれば。さあ、残り3人はデフォルトキャラです。デフォルトキャラはそんなに強そうに見えないけど、可愛いキャラを起用っていうのはやっぱり成功ですね。しゃあない、もう一回やろう。すぐ終わっちゃったからな。え、難しい。ちょっと今回はハイパイ悪いです。これ捨てることも視野に入れていいんじゃないでしょうか。ダブロンびっくりしたな。これ怖いな、ダブロン。今回は難しいんですよ。1は頭としてなってるし、3も2枚ありますが、3、4、5と、瞬つで並べてもいいかもしれない。あ、これいらんねやっていうことで筋引っ掛けようになりますね。とにかく俺は端が嫌なんだ。真ん中がいい。
うん、いいんじゃないでしょうか。洋なし。あ、洋なしでもないか。いや、トン捨ててもよかった。ちょっと今のは失敗だったかも。洋なしじゃないんだよな。両面作戦いきましょう。頭は1万があるからな。捨てる範囲間違えたかも。飛んでよかった今のは。あ、いいじゃないですか。345だったらもうこれか。まだイーシャンテンでもないな。これイーシャンテンになってたのにな。8捨ててなかったら、切ってなかったら。うん、いいですね。いいが。はい、いらん。それだけ役は作れないですからね。ねえ。大ミスだ。パースを切ったのはピールが、ピンズが全然来ないですね。あ、来た。え、なにこれ。3万捨てよ。リーチにゃ。今度はイーシャンテンだが、相手がリーチ。ここは大丈夫でしょう。危ないのはピンズです。あー、なんかすごい渡り歩いてる。八王中杯捨ててや安全っていうのもありますね。逆に言えば1番降りるふりして1番捨てて現物だ。現物捨てることは相手の捨てる範囲をと追っかけきた。わばい。え、あ、まあ、現物21枚か。うち親なんだが、親なんだが現物。え、残り18枚だ。ポンする。ツノニャ。自力で遠い目に自力で上がられた。ドラありますね。え、うわ、やば、毎晩だ。8000失った。親でこれは痛い。大きくつまずいてしまいました。トップとは、トップとは2万5000差。これはちょっともう厳しいか。ただね、ドラ牌がたくさんあるんですよね、これ。このドラ牌を生かしながら、いって、だから次切るのはこれだ。9万切ってもね、いいかもね。え？すごいな。コツが揃ってしまった。1もちょっと切ってもいいかもね。はまだ捨てられてないけどな。こっちが2枚来たら怖いですからね。ここもドラに関係ないから、これも捨てよう。2も用なしかもね。あー、難しいが、これか。あ、初いらんわ。なんか、まあ8番もいらないですけどね。頭は、頭難しいですね、これ。頭候補がそんなにない。
感はなし。早く初捨てちゃいたいんですけどね。あ、2枚目出た。これでもう捨てるしかない。あ、結局これ捨てるんですけどね。まあでもまあいいや。 あ、そっか、安牌になるから後で捨ててもよかったかも。8か、8もそんなにいらんよな。3色とか狙ってないですからね。吸い込んで防御してもよかったかも。だってどっちみちいらんもんな、うん、ハイパイが良くないとか言ってうちに残り28枚、7回ぐらいしかチャンスないです。他では無理かな。ゴールにちょっと遠すぎる、ま、ドラ捨てませんけどね。その分チャンスが少ないということで、3、4、5、6、3、4、5と揃った。7が来たらね完璧なんですが、4の方が来たな。9の頭捨てる、あの感じ言ってもいいかも。いらん、あのうち捨てときましょう。みんな何狙ってんだろうな。タイトイメはこれですね。なんでこれも消して、急走も安全とは言えない。泣いてる人いた。ちょっと遠いな。しごろ、うん、ダメだ、脳天だ。パス範囲、脳天だわ。1500失う。さらにスカンポですねこれ。手やな。まあ一問も捨てられてんのか最初に。じゃあもうこれ捨ててもいいね。ちょっと今逆襲は難しい。現物、結局現物は手は進んでないですし、防御力も落ちてない。さあ3つ揃いましたね。これの説得力がないか。まず捨ててもいいかもね。でも次これかな、これかな。
は捨てられてるな一枚。ちょっと手が遅いかな。まあでも5、6、5、6が来ればな完璧なんだけど。悪くないですよ。4、5ね、7が頭。イーシャンテンかなこれ。これを捨てれば。まあでもタイヤを狙いってバレてるよねこれきっと。まあ、レッドファイブが捨てられてる。なん、シャアですね。ドラは。まあまだこれよりはマシかな。456の3色も狙えるかもね。あんまり狙いませんが、おっ、で残しとこう、あえて。さあどれを捨てるかですね。となると難しいか。まあ捨てとこう。何が危険かはですね、ちょっと読めない。1、2、3を切ると安全。3を切らな。うわ、追っかけ来た。でもこっちも追っかけだ。危険ですが行きましょう。3面リーチ。上がりはサブロー、サブローですね。6は確実。まあ、あとはもう見とくだけですね。サブローピン。自力で来い。ダメだな。何が危険か読まれてる。ピンフが危ないっていうのはなんとなく読んでるな。あ、もうないや。ラスハイです。来い、ラスハイ。海底じゃない。連敗です。ピーボーの分持ってきただけか。まあ、差縮まったがな。原則守りましょう。ペイ捨てられてるか、うん、ペイいらん。風灰だけどペイいらない。チュンですね。ドラは234。いいじゃないですか。マンズは結構揃いつつある。次はこれかな。ハツかな。まあハツだろうな。ハツばっかり揃ってる。ハツ捨てに行こう。467。こう染めたいな、できればな。一色。頭候補がこう難しいんだよな。この場合。いいじゃないですか。一色はまあ無理になりましたが、いいけどな。まあ捨てます。あの八尾チューハイは嫌いなんで。タイヤをね、タイヤを狙うしかないですしね、こっから。あー、9万はいらん。ブロックで考えると4567連続してる。早い。P
ピンフの何かが怪しい、筋以外が怪しい、なかなかこちら揃いません。スピード感にかけちゃってますよね。リーチ自力で上がりやがった。いや、どんだけ運いいんだよ。3000失います。やばいやばい、かまられてるかまられてる。まずじゃない、 E ピンが揃った。まず E ピンのグループは頭じゃなくって揃いましたね。まあ4ピンを数ピンを揃えてもいいかもね。いや、これバレバレじゃないですか。こっち捨てるべきだったかな。これがちょっと、ま、紛らしい。明らかに相手の目が見えてしまいます。そうですね、ローピンがドラですからね。ドラ大事にしていきたい。67と78か。もちろん7を切ったら678で揃うよな。E ピンは、おっと、考えております。 E ピンは何用のでもない。もうこれ捨てよう。もう現物に出てるからな。E ペイコも狙える手。でもドラは誰も捨てないから自力で上がるしかないだろうな。来た、リーチ。まあバレバレですけどね。567、8が頭か。パーピンしかない。67の8、何が上がりなの。あ、そうか、これ6と9だ。6と9層だな。同層急走。ジーニャ。ああ違うわ。678の789だ。ピンはピンズはロン。ロン。ようやく一矢報いました。ドラはついてますがね。2600安い。ようやく一矢報いたが、次がもうオーラスなんですよね。まあ、今回は仕方ないですね。またドラついてます。ハネマンって初めてかな。このジャン玉界でさあ仕事前の麻雀です。出るかな。次はどれがいいんだろう。でもドラもっと来たいよな。1
1枚切っても上がりを重視しないといけない場合はあるかも。散らばってるんですよね。次パーマンかな。まだ遠いからな。49枚ありますが、でも安いからな今。かな、難しいですけどね。あ、ここ67なんだ、68じゃなくて。はい、ですね、イーペイコも狙いますが、あれ泣いたら泣き、イーペイコ早い、ネットファイブだが、青イーペイコ揃った、行くしかない。さあイーシャンテンです。頭揃えないといけないですよね、これね。いらない。でも相手ピンフですから危険ですよ、気をつけないと。安牌、安牌ですか、切っていきましょう。つもにゃ自力で上がった。あ、親か。やばい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 、なんだこれ。24,000倍満です。8,000失って、うわ箱のピンチ。終わった。あれ、あ、親じゃないのこれ。天下無双にゃ、なんで終わったんだろう。今親が上がったから続きだったような。突然出してしまいそう。ということでジャン玉遊んでいきました。配布見てみよう。1回目は首位でしたがね、2回目は残念ながら最下位となってしまいましたね。まあ1回目はすごかったよな、まあ、はい、最初こそ1局目こそ、うわ山まで見せてもらえるんだ。だったものの、1局目は本当に良かったです。相手を飛ばせましたからね。1位の不調より、4位はまだ多いですけど、1位の不調よりは出せたのかなとは思います。ということで、ハンちゃん2回遊んで、ハンちゃんじゃない、トンプー戦を2回遊んでいきました。ただね、やっぱり麻雀っていうと半ちゃんなんで、交流の間とかでも遊んでいきたいですね。半ちゃんをやりたいということで、以上ジャン玉になります。ご視聴いただきありがとうございました。原理動画でいこうでした。チャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローぜひお願いします。